クローザーで行けと意識づけたのは落合さんですよ、ね、落合さん、はい、そんなんできるわけないよなっていうどよめきと、ええ、もう批判と、はい、もうなんか入り混じってて、ええ、これは本当に極めたいんですけど、クローザーで行けと、はい、いうことを意識づけたのは落合さんですよ、ね、落合さん、はい、落合さんのチームの作り方っていうのはどういう感じで監督さんは作っていこうと思ったんでしょうか。いや、あの時はですね、現有勢力で 10% の底上げで優勝するって言って、そんなんできるわけないよなっていうふうに最初思ったんですけど、はい、実際補強もなく、はい、それで優勝を実際したんで、はい、現有勢力を 10% つまり鍛え上げていくということですか、はい、それは鍛える方法っていうのは理に合ってたんですが、やっぱりこうやって鍛えるのかっていう、まあ、森野なんかは結構やられてましたからね。それで落合さんにクローザーで行けということをこう指名されたわけですね。そうですね、キャンプ始まる前日にですね、うん、その時僕と健信が同部屋だったんですけど、はい、部屋にやってきてですね、健信には開幕お前ないからなって言われて、うん、で僕に、うん、お前はクローザーって言って、うん、一言その一言言って部屋から出てたんですけど、謙信、はい、の開幕ないなんか分からなくて、はい、開幕投手できないなってと思って、はい、まあ、そしたらその年ね、はい、結果川崎健次郎さんがね開幕投げてたんですけど、はい、だからもう決めてたんですね。謙信さんはその瞬間どんな感じだったんですか。僕二軍ですかって言って戦火の宝刀、やっぱりあのスライダーですけど、あのスライダーいわゆる死神のスライダーと言われた、あのスライダーは今考えるとどこでどういうきっかけで習得されたんですか。どんどん勝手に球速が上がるごとにスライダーも球速上がっていって、そのまんま発展していったって感じですよね、はい、曲がり幅がまっすぐのスピードが上がることによって、スライダーの変化の仕方も速くなって、スピードも速くなったみたいな。左バッター、右バッターでスライダーのちょっと曲がり方っていうのは変えるんですか。変えてるつもりはないんですけど、右バッターは曲がりすぎると当たってしまうって感覚があったんで、だから若干右バッターの方が投げづらいんですけど、左は壁がないのでどこまで行っても、はい、もうこう、はい、当たることがない。外スラっていうのは、谷繁さんが来てから、投げるようになったんですけど、まあ、それまではね、もうスライダーといえばもうインコースだけっていう感じだったんですけど、内と外と投げ分けることになったのが谷口さんが来たことによってきっかけが始まりましたよね、まあ、しかしここで三振取りたいという時に大体何割ぐらい取れました。若い時は半分ぐらいは取れましたけど、もうだから逆にクローザーになってからは三振を取りにってないですからね。いわゆるその後ろの井端さんと荒木さんにとお任せしようという、はい、そうですね、はい、私も YouTube 系で当時のスライダーを何度か見たんですけど、すごいですね、やっぱりね、曲がり方がね。そうですね、はい、もうその当時は自分の中でイメージができてなかったんで、はい、自分必死でやってたんですけど、はい、今思えばもっと簡単にできたんじゃないかなっていうふうに思ってしまいますよね。打ち合い時代でやっぱりちょっとこれはちょっと聞いといてよというのが、やっぱりあの例の、うん、パーフェクトゲームの、はい、試合を代わって山井投手から受け継いでマウンドに上がったというのありましたね、うん、はい、正直もう優勝できるんだったら別に僕はマウンド行かなくてもいいし、山井の完全試合、うん、自分個人的には見たかったんで、はい、山井行けよっていうふうに思ってたんですけど、はい、逆に僕に行けって言われてからの僕の心境は最悪ですよ最悪球場全体が山井コールの起きてる中出てかないといけないですし、上がったら上がったで、じゃあ今度抑えなやったら逆に何を言われるかわからないじゃないですか、打たれてたらどうなってたんだろうっていうふうに思いましたから、山井さんに投げさすべきだったと思います、ずっと思ってますどうですか
結局抑えることができたということで、はい、その後山井さんには何か個人的におっしゃったことあるんですか。お前が投げればいいのになって 言いましたけど本人には、ね、いや僕は気使ったんですよって、お前そんなとこ気使わないよって言ってだから病の中では、うん、まあ、日本シリーズっていうこともあって、うんうんうん、まあ、その年ずっとね僕が最後を締めて勝つっていうのがドラゴンズの野球だという思いがあったらしくて、はいはいはい、もう自分はもうここまで投げたんだから最後は岩瀬さんに締めてもらおうっていう気持ちで、はい、岩瀬さんに託しましたっていうんですけど、お前そんなところで託されたらこっちの身にもなれよっていう話ですよねあれ考えると落合さんは何をこう求めたんですか。まあ本人に聞いてください。有言実行派って感じですよね。言葉に出したことがね本当によく当たる人ですから、だからある意味怖かったです。さてちょっと指名的になるんですけど、最多セーブ投手5回いろんなタイトルありましたけど、その中で最もこう自分の気持ちの中でやったなとい こう嬉しさにつながったのはどのタイトルですか。あんまりないんですけど。ないですか個人的には僕はね1002試合なんですよ、はい、1002試合ってすげえなと思うんですよピッチャーで、うん、だから自分がやってることに関してすごいっていうふうに思えないっていう感覚があるので、でもストレス溜まって円形脱毛症になったりなんかしたから。あ、なりました。ものすごい円形できましたからね。でもいつも毎日毎日そういう生活が続いてるわけでしょ。ですよね、ですからなんで今更になってできたんだろうなっていうのは思ってましたけど、でも本当はっきり分かるぐらい5、6個できてましたから。あ、そうなんですか、はい、1個ぐらいだったら隠しますけど隠せれなかったんでもういいやと思ってほっと。まああれだけの中っていうのは、まあ、毎日毎日でしょやっぱり。俺がまた登板、俺も登板というのはね、まあ続く時は続けてますし、空く時はね息に空きますからね、逆に投げてる時、投げても結果出てる時ってはそんなにきつさを感じないです。ああ、そうかそうかそうか。やられた時にきつさを感じるので。ああ、なるほどなるほど。まあとにかく本当中日一筋20年で、本当に素晴らしい、もう全部前人未到だらけなんですけど、今その20年って振り返って、なかったなって、割と短かったなってのはどうな感じですか。あ、そうです、ね、最後の2年が苦しかったですね。最後の2年、はい、それまでは早かったですけど、はい、大谷さんにとって、ドラゴンズというのは地元です。地元来た地元です泣く子も黙る大魔神佐々木一弘さんです。ほとんどカットなんで、ここでもっと試してほしかったっていうのもありますよね。